アイテム番号 SCP-20JP オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-20JP はサイト8141の人型生物収容室に収容されています。壁面の干渉加工といくつかの植物が植えられています。収容によるストレス行動緩和のため、3日に1度レベル2職員1名の同行の上、2時間以内でサイト内緑化パブリックスペースもしくは運動場への散歩を実施させてください。収容室内の清掃、植物の手入れはその際にレベル1職員の手により行われます。 SCP-20JP の危険性は少ないですが、衝動的な行動を取ることで自身や職員への障害に至る可能性はあるため、担当職員は常に腰紐付きリードを手放さず、緊急の場合はスタン警棒を使用してください。レベル2以上の職員は SCP-20JP と接触可能ですが、故意に SCP-20JP を驚かすような行動は懲戒の対象となります。食事として、ふやかして潰した穀類と野菜を1日3回与えてください。餌やりの際、担当職員は指定の仮面を着用してください。説明、SCP-20JP の外見の大部分は人間の少女に酷似していますが、一番の特徴として、両腕が鳥類の翼状になっていることが挙げられます。翼のよく体長は 3.0 メートルになります。収容時の検査の結果、生後10歳、12歳程度と推定されました。翼の骨は通常の鳥類同様トラス構造になっており、柔軟で軽量です。その一方で、翼以外の体には先天的な発育不良と骨粗鬆症の症状が現れています。編集済みの一部、内臓にも大胆な省略が見られるため、通常の食物を消化するには問題があります。以上の結果として、1.3 メートルの身長に対し、体重は約 20kg と軽量になっています。通常の少女と比較して多少の胸、腕の筋肉の発達が見られますが、それらを考慮しても SCP-20JP が十分に飛翔するには全く不十分です。室内で羽ばたき、着地に失敗した衝撃で2度の脚部の骨折を起こしています。SCP-20JP の知能は4歳程度です。発生期間、知能に異常は見られませんが、収容時から言語を発したことはありません。言語カリキュラムにより、収容後、1ヶ月で散歩、食事、数名の職員名等の単語、簡単な文は理解します。SCP-20JP は、県、山中で、衰弱死カラスに襲われているところをキャンプに来ていた、大学生グループによって保護されました。その後、自動車道で実施されていた検問により発見され、財団の完治することとなりました。DNA 検査の結果、の単調、グラス、ジャポネンシス、の遺伝子との相似が見られています。ポイ1、以下は SCP-20JP 回収直後のインタビューログです。インタビュアー、博士。付き SCP-20JP 回収時、サイト、にて発見の際の状況を記録。録音開始、208-24。さて君で最後だ。ええ、くん。カーチェイスでお疲れのところすまないが、もう少し辛抱してくれ。いや疲れてるけどさ。まあ運転してたのは、だし。全しか状況がわからねえんだけどあんたら何なの？あと、あの子、あの子は大丈夫なのかよ。ああ、怪我は見た目ほど大したことはないな。どちらかというと栄養失調の方が問題だったが、まあ大事はあるまい。あの子、何なのさ、知ってんだろ、ひどいこととかしてねえよな。即答できればいいんだが。それを知りたくて我々も君らに質問をしているわけだ。大丈夫。我々は彼女を守りこそすれ、傷つけることはないよ。他の友達へも同じ質問をしているが、
最初から話してくれるかな。なんか腑に落ちねえけど、俺ら夏休みで、サークルの連中で、山のキャンプ場から帰る途中だったんだよ。午後5時ぐらいだったか？道から20分、30分ぐらい走ってる時に、最初にあっきが林の奥になんかあるって気づいたんだ。50メートルぐらい先かな。カラスがいっぱいいて、動物の死体かなんかだと思ったけど、人の死体なんじゃないかって、が冗談言ってさ。それで俺ら悪乗りして車降りて見に行ったんだよ。そうして近づいてみると、あれ、彼女が倒れていたと。まあ、そう。最初はでっかい鳥かと思ったけど足が見えてさ、動いたからびっくりして、とにかく枝とかカバンとか振り回してカラス追い払って、本当に近寄るまでは鳥と人が一緒にいると思ったから、ビビった。そうだろうね。他におかしなものや気づいたことは？いや気づかなかった。山ん中だし、あの子はガクガク震えてうずくまってて、顔上げたら俺と目があって、いきなりこっちがっと抱きついてきて、とにかく怪我してるしさ、助けなきゃ。って最初に言ったのは俺だけど、多分他の二人もみんなそう思ってた。そこなんだが、その、彼女はどう見ても人間ではないと君らの目にも映ったわけだが、それでも助ける必要があると思ったのかね、全員が。当たり前だろ。そりゃあんななりじゃ普通に病院には連れてけねえなとか、いろいろ考えはしたけど、大体人間だろうがただの鳥だろうが、弱ってる奴が襲われてるとこ見て助けなかったら人手なしじゃん。そんで追い払った後、人間じゃないからやっぱり放っておこうなんてしねえよ。うむ、いや失礼した。人間として当然の行動だ。彼女の外見が愛らしい少女のようではなく。例えば人の腕のついた鳥でも君は正義の心で助けたろう。クソムカつくなおっさん。まあでもこう。走ってる時になんか自分の知らねえ世界があるんだ。って映画みたいな高揚感はあったけど、いやあの子には悪いんだけど、授業はかったるいし、休みったって部室でいつもの連中とだべってるだけだったし、それに車ん中であの子しっかり俺にしがみついてて、それでまあ、これは俺らで守ってやんなきゃならないな。ってさ。はは、初々しいね。まあ大体わかったありがとう。あと少々検査をしたら、お友達ともども帰宅の許可が出るよ。っておい、おつさん最初の質問答えてねえぞ。ここなんなんだよ。なんかの研究所なんだろ。まさかあの子みたいなのもあんたらがここで作ったんじゃな。録音終了。終了報告書その後の実験の結果。SCP-20JP が特別な影響力を及ぼしてはいないことが確認されたため、3名は他の目撃者同様、A クラスから B クラスの記憶処理を施して解放されました。博士。ポイ1、SCP-20JP は収容後極度のストレス状態となり、食事をほとんど取らない状態になりました。さらなる検査の結果、発見者、への顕著な擦り込みが確認されました。B クラス記憶処理でも効果は変わりなく、C クラス記憶処理が検討されましたが、SCP-20JP が何らかの収容前の情報を持っている可能性を鑑み、博士の代替案で当面問題はないとして、実行は保留されています。君を再記憶処理して、SCP-20JP の飼育員補助に、確かに実行するのは簡単だし、財団は SCP への対処に必要とあらば潤沢に予算を取るだろう。しかし安価な方法で十分ならば余計な予算の承認は下りないだろうな。大丈夫。餌やりだけならその仮面でも、あれに本物の君と、君とを区別する能力はないよ、博士。ポイに SCP-20JP は発見当時、病院の検査着のような衣服を着用しており、左足にアルミ合金の足輪がはめられていました。衣服は変哲のないポリエステルと綿の混紡布地で、異常は見られませんでした。足輪内部より電磁波が発信されていたため、SCP-20JP に関わる組織の無線タグではないかと思われます。
内容は一定のノイズで解読不能でした。発信装置部分は溶接されており、分解できないため切断して電磁的に遮断された保管ロッカーに別途収容しています。受信先の特定には至っていません。なお、足輪には下記の文章が日本語で刻印されていました。日本書類総研 D-003